15日から開かれている若狭高浜ひな祭りの会に合わせて、高浜まちづくりネットワークの事務所に町内の書道教室の子どもたちによる作品が展示されています。この作品展示は高浜まちづくりネットワークが事務所を利用した月替わりの展示会の一環として開きました。今回は町中の各地でひな人形を飾る恒例行事、若狭高浜ひな祭りの会の開催に合わせて、ひな人形と一緒に町内の書道教室、慶心会に通う子どもたち9人の作品、合わせて15点が展示されています。作品は町内の小学生から中学生までの子どもたちが教室で普段描いている墨絵や書、それに水彩画で動物や植物などをモチーフに描かれた作品はどれも大胆で伸びやかな筆使いのものばかりとなっています。絵を描いてる発想がすごく面白い、伸びやかでもあるし、すごく繊細な絵も描いてる子どもたちがあって、本当に楽しませていただいているので、見に来てほしいです。この作品展は3月3日のひな祭りまで開かれ、高浜まちづくりネットワークでは今後も月ごとに様々な分野の展示会を開いていくということです。